はい、不思議大百科の時間がやってまいりました。本日のゲストあれ、本日のゲストはちょっとゲストの人どこ、ゲストの人あれ、何、え、何、怖い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 、え、何何何何、暗なってるやん、暗なってるやんこれ、え、怖っ、え、誰、怖っ怖っ、こんばんは。こんばんは。マッドスリーナイディです。あ、どうも。あの、初めましてなんかな。ちょっとこれ分かれへんな。いや、あのエディさん、あの、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。あの、マッドスリーのね、はい、まあもうご存知の方はもうマジかっていう感じだと思うんですけど。まあこれ怪談番組というかオカルト番組なんで、ご存知ない方もおられると思うんですが、まあなんといったらやっぱロックンロールとかロカビリーの日本におけるめちゃくちゃすごいバンドの人っていうイメージなんですけど、僕の中では。ありがとうございます。いや、まさかな、その不思議大百科に来られるとはちょっと思ってなくてですね。いや、今日本当お呼びいただいてありがとうございます。お、いや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 、もともとオカルト全般好きなんで。マジっすか。全然そのイメージないですよ。そうですか。だってもうライブバッチバチじゃないですか。はい。いや、なんかもうめでてますし、なんか骸骨めでてますよこの人。で、実際例えばその心霊とかは、はい、ありますね。あ、のよく取り憑かれてますね。え、いやいや、エディさんなんかのお化け来てもしばきそうじゃないですか。いやいやいや、もう本当怖いですね。いや、マジで。だから本当あの心霊系の話はなるべくしないようにしてるんですよ。まあ、そんな、もらっちゃうんで。マジで。全然イメージないわ。なんかこれでなんかもうお化けとかこついてそうですもんね。おいとか言って、まあ起きろよおいとか言ってやってそうやのに。あの神様とか悪魔と交流するときに使う。いやいやいや、マジか。いや、それはちょっと僕全然存じ上げてなかったですよ。じゃあ今日はちょっとよろしくお願いします。で、なんかいろんな話をね、その持ってはるって聞いたんですけど、ちょっといろいろ考えてきたんですけど、はい、やっぱりあのロックンロールにまつわる話がいいかなと思って。かっこええ。やっぱロックンロールバンドやからロックンロールの話。で、なんかロックンロールの陰謀論って結構あるんちゃあるんですけど、要はそのジョン・レノン暗殺とかいろいろあるじゃないですか。はいはいはい。そういう切り口じゃなくて、そもそもロックンロールってなんでできたのかなとか、誰が作ったのかなとか。まあ、あの古くは例えばブルースだったらロバート・ジョンソンがクロスロードで、ニューオーリンズが発祥って言われてるんですけど、はい、こんな話でいいですか。あ、全然いいですよ。いや、普通に、いや、あの、分かんないですよ。その見てる人はどうか知らんけど、僕はめっちゃ興味あるから絶対話してほしいですね。ね、そのまあ、発祥はやっぱりそのニューオーリンズとか、うん、ロックンロールが生まれたっていうのがまあ定説じゃないですか。そう、なんとなくね。まあ、それはまあ、あの現象的にはそうでしょうけど、まあ、でもそれもなんであの時代にできたのかなっていうと、やっぱりあの UFO と関係あると思うんですよ。ちょっと待って、めっちゃおもろい。まずロズウェルの事件あったんですか。ありました。あれが1947年、はい、で、あの辺りってやったら、まあ、アメリカを中心に UFO が飛来してるわけですよ。で、まあ、墜落もしてるし、で、あの時代からだんだんブルースが激しくなってきたんですよ。あ、同じ時代に。確かに、でもそうっちゃそうっすよね、時代的には。ね、ミシシッピデルタブルース、フォークブルースみたいなのからだんだん、まあ、エレクトリックギターが生まれて、でジャンプブルースが生まれて、リズムが激しくなって、でやがてロックロールになるんじゃないですか。それと UFO の飛来の数、目撃とかの数が比例してるというか。じゃあ誰がそれを作ったか。まあ、多分その宇宙人と関係あると思うんですけど、ロックロールって誰が名付けたかっていうのがあるんですけど、それはあのクリーブランド、オハイオ の、 あのディスクジョッキーでアラン・フリードって人がいたんです。その人がまあラジオとかとイベントやってたんですよ。あのレッドホット&ブルーっていうイベントがあって、そういうのでロックロールって言い始めたんですよ、あの手の音楽を。あ、そうなんですね。一応それが公式な記録になってますけど、はい、その土地が問題で、クリーブランドっていうのは、はい、ロックンロールホールオフェームっていうロックンロール の、あの博物館とか記念館みたいなのがあるんですよ。しかもそれ形がピラミッドなんですけど。ええやばいでしょ、マジで。うん、それでクリーブランドってどんな街って言ったら、ロックフェラー財団の街なんですよ。そうなんや。で、
ロック。あ、ロックが出た。つながりません。あれ、ロックエンドロールのロック出た。ロック、ロックフェラーのロックで、それがロールしたみたいな。いや、ロールしたらちょっとだいぶ今こじつけた気しますけど、まあ、でも面白いですね。ロックって言葉なんでロックなのみたいな。だって岩っちゃ岩ですよね。うん、確かに。それで多分若者をコントロールするっていう目的があったと思うんですよ、陰謀論的には。そうですね。でもロックンローラーが力を持ちすぎちゃうと手に余るじゃないですか、はい。まあ、ジョン・レノンとか反戦活動とかしたりして、うん、そういう人はやっぱり消されちゃうんじゃないですか。ムーブメントみたいな起こりすぎてってことですか。そう。ああ。いやでもなんか今どうですかね。例えばその音楽とかでちょっと国民をこう誘導するとかっていうのって結構難しくなってると思うんですよ。昔ってこの曲が流行ってるんですよって言われてみんなそればっかり聞いてたじゃないですか。そうなんですよ。それはそうなんですけど、ただ今でもね、ヒットしてる曲、ラジオの電波とかテレビとかそういうサブスとか電波に載ってる曲っていうのは人の心をコントロールする周波数がちゃんと入ってるんです。マジで？これは確かの出所から聞きましたけど。マジで、いや、まあ、確かになんで出てきたんやろこの人っていう人いますもんね、確かにね。すごいんですよ。だからそれあからさまにやってます。まあ、昔の方がさらに効力強そうですけどね。まあね、今でもやってるそうです。あ、それでこれちょっとピーってしてほしいんですけど。あ、わかりました。はい、の本社あるじゃないですか。 あそこのビルのてっぺんにピラミッドありますか。嘘やん嘘やん。でっかいピラミッドあります。マジでみんなつながってますよ。いや僕本社行ったことないからそれちょっと見に行きますわ。あからさまですよね。気になるそれでも確かに、そのロックンロールというか、となんかこれが、音楽とこれ関係してるんですかね。そうなんですよ。エミネムっていうヒップホップの人いるでしょ。あの人はイルミナティって曲やってますよね。やってるやってるやってる。大丈夫なのかなと思ってマッドスリーさんはだいたいその中入ってたりして、全然、ただ今日はフリーメイソンのフェズハットと。そうですよね、期待してきました。ですよね、これね。なんちゃってですけどこれつけてライブやってたら、ファンの人からメッセージ来て、エディさんもフリーメイソンだったんですかって言って。いやいや、ファンの人がおるやん。ファンでフリーメイソンの人がいて。ああ、いや、それはそうなんです。違います。いや、だってシャレでやってます。そうですよ。出た瞬間、多分そのオカルトとか好きな人、あれ、フリーメイソン来てはるって多分思ったと思う。僕もえっと思って、え、言ってええんとか思って。シャレです、シャレです。なるほど、びっくりしたわ。これ売ってるんですか、この帽子は。はい、売ってる。ヴィンテージで。あ、ヴィンテージで。そうなんですよ。かっこいい。いや、ちょっとまさかのロックンロールの都市伝説っていうのが。でも、なんかその僕はね、まあもちろんエディさんであっても、僕は全部、あ、エディさんが言うんだから 100% そうなんだっていうふうには乗らないようにはしてるんですけど、でも僕が一番ピンときたのはやっぱ当時音楽である程度国民をこうやってるやろっていうのは、それは僕も同感ですね。陰謀論って言われるだろうけど、ありそうっすよね、マジで。なんかもう18世紀とかもっと古いのかな、そのぐらいからなんか不協和音になってるんですよね。そうね、そうなんですよ。クラシックの時代にね、音楽ほぼやり尽くしてて、僕なんかあれ、そうですよ、コントロールするためですよ。あ、でもそうや思いますよ。なんかこう変な感じになりますよ。不安にさせるんですよ。なる、うん、なると思うわ。だって、人間に必要な衣食住ってあるじゃないですか、でも音楽ってずっとあるでしょ、はい、衣食住と同じぐらいすごい太古の昔から、まあ最初は石を木の棒で叩く、まあもしくはクラッピング、こっから多分リズムから始まったかもしれない。そう、始まってると思うんですけど、あとは川のせせらぎとか、ああいうのから多分メロディーが生まれたと思うんですけど、で今現代も例えばお腹の中に赤ちゃんいたら、じゃあ胎動音楽やとか言ってね、なんか言うし、結婚したら結婚式の曲があるし、お葬式したらお葬式の曲があるんですよ、って考えたらやっぱ音楽っていうのは人間に多分欠かせないものなんじゃないかなというふうに思います。いや、なんかすごい音楽的なチャンネルになった。いや、ちょっとエディさんの雰囲気で僕飲まれてんな。あ、やっぱちょっと頑張ろう。いや、ちょっと次もお願いしてもいいですか。はい、あ、いいんですか。あ、もちろんもちろん、めっちゃ面白いですわ。ですか。あ、よろしくお願いします。ということで本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。またね。